御神事は、長崎県長崎市にある浄土宗の寺院。正式名称は、修南山光明院ご神事。本尊は、民国由来と伝えられる阿弥陀三尊像。長崎市に現存する最古の寺院である。1580年、長崎は、キリシタン大名の大村住忠によって、イエズス会に寄進され、その結果多くの寺社仏閣がぶち壊された。1587年、 豊臣秀吉は、バテレン追放令を発令し、翌年には、イエズス会から長崎を接収し天領としたが、それでもなお長崎は、キリシタンの勢いが強く、仏教は、廃れていた。その現状を重く見た、築後国、久留米全道寺の創生用春ゆえは、1596年に、仏教再興を図るべく来先。山里村の一徳とに、仏教,教の拠点となる、 寺院創建を長崎奉行所に願い出て、1598年非全国枯れ、紀根群淵村稲佐里の岩屋山の上宮寺市に跡地に本寺を創建した。創建後間もなく、長崎で貿易を行っていた民国商人の王家、堺と長吉泉が帰えし、当時長崎唯一の寺院であった本寺を菩提寺とした。1602年には長崎奉行により、 本寺境内に百軒件四方の主院地を与えられ、当人墓地が設けられた。以後、寺受け制度の整備により、佳境独自の母大寺である、幸福寺、福住寺、宗福寺創建まで、本寺が長崎における佳境の母大所となった。本寺は、海と山を挟まれた高台に位置していることから、創建後幾度となく暴風雨の襲来を受けている。本堂は1814年の再建以後、 大正時代までに4度修復を受けた記録が残っている。1945年8月9日の原爆では本堂や首領が全開、赤門も半壊した。そのうち本堂は1959年に再建されている。1865 18年頃に撮影されたオランダ人墓地御神寺の敷地周辺には日本人の墓地のほかに東人墓地、 オランダ人墓地、ロシア人。これらは現在もご神寺住職により管理されており、仏教寺院境内に仏教、道教、キリスト教、イスラム教の異なる宗教の墓地が並存する珍しい形態となっている。1602年、長崎在住の当人らは貿易のため長崎を訪れていた商人や、 民からの政治亡命者の死没者のための墓地開設を当時の長崎大館であった末継ぐ平蔵に誓願。その結果、母大寺であった古神寺の隣接地に東人墓地が開設された。1649年には、それまで水槽とされていた在留オランダ人の死没者の埋葬が許されるようになり、本寺の東人墓地の一角にオランダ人墓地が開設された。以降、 1858年には、ロシア人を埋葬する、ロシア人墓地が、翌1859年には、オランダ人、ロシア人以外の外国人を埋葬する、稲佐国際墓地が開設された。なお、校舎は、長崎港東岸の外国人居留地と遠く、離れており不便なことから、1861年には、大浦国際墓地が、居留地近隣に開設されている。 長崎市指定史跡、ありがとうございます。